<laughs> マジウケんねやっばーそうそうあいつマジさつ希がすぐそういうこと言う <laughs> あうるさいんだけどまあ、電話してんじゃんなんでもないなんでもないそうマジさ、あいつていうか女の子に向かってそんなこと言うみたいなさ <laughs> うるさいって何誰ってダちごめんちょっと 後でかけ直す彼氏っていうかなんか <laughs> ペット <laughs> そうなんかうるさくておいまたねー何？エ今の何ペットみたいなもんじゃんなんか間違ってた <laughs> ってか何私友達と話してたんだけどなんか用は 何か,かしようって何かしようって何めちゃめちゃざっくりじゃん何したいの何もかもまとまってないくせに私話しかけて電話させんのやらさせたってことはマジで時間の無駄なんだけど確かにここは彼氏くんの家だけどだから何彼氏くんの家ってことは私の家でもあるわけでしょ自由に過ごして何か悪いわけていうかそれが嫌なら呼ぶなっつうの あんたが言ったんじゃん今日うちに来ないって暇だからいいよって言ってきたんだから別に何してたって自由でしょ何デート <laughs> 何デートって今時デートなんて言わないんだけどていうかデートってどこ行くのご飯か別に家でいいお金ないし 奢ってくれんの別にだったら Uber でよくない家で食べる方がいいんですけどメイクだって落としちゃったしだって泊まってけって言うからだったらもういいかなと思ってお風呂入っちゃったじゃんさっきてかお風呂入ってたの知ってんじゃん出かけんならもう一回メイクしなきゃいけないの出かける予定あるんだったら風呂入っておいでとか言わなきゃいいじゃん汗かいてたからってそりゃそうだけどさ でか、何が言いたいわけうだ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 うるさいな何がしたいの何俺のこと好きってめんどくさいなそんなのなんでいちいち言わなきゃいけないのいいから言ってってやだ言わない 言わないってしつこいな、ね、めんどくさい何なの本当に今日はなんて別れるって <laughs> 何言ってんのお前私のこと大好きじゃん別れるなんてできるわけないじゃん俺は本気だってへえー、そうじゃあ私帰る 別れるんでしょだったら別に泊まってく意味もないじゃんじゃあさようなら <laughs> 別れるっつったって一日たったら寂しくなって連絡してくんでしょほんとどこで覚えたのがめんどくせえかとしてだる <laughs> タクシーで帰ろうふっふっ はあはあ、昨日帰ってきてそのまんまで出たあ,あ、はあ、<laughs> さて何件 LINE 来てっかなーっとあ連絡来てないはああんだけうざいって言っても毎日連絡してきてたじゃんそこまでして有利になりたいのお前が主導権握るなんて100年早いっつうの 別にいいよ私だって連絡取りたいわけじゃないしだ <laughs> <ど>れ <laughs> あれから一週間経ったのに連絡ないあいつマジで別れた気でいいのは生意気なんだけど電話 <laughs> もしもしねえ遅いんだけど出んのワンコールで出ろって何の夜って最近お前が連絡してこないから何なんかあったんかなと思って電話しただけだけど <laughs> 心配してあげたの優しいでしょ別れたじゃんってはお前あんなの本気で言ってたの <laughs> あれはあん時の強がりでしょ分かってっから私別にお前が私のこと大好きなの知ってるし私と別れたら生きていけないのも知ってるし別にあれぐらいの冗談だったら許してやるからさっさと謝れっては本気だったははなんでお前だって私のこと大好きじゃんもう疲れたって 何がだよ何が疲れたって言うんだよ俺のこと大切にしてくれなくなったのが辛いって大切にしてないってそ,そんなことたしかにちょっとお前の優しいところに甘えてたのはあるかもしれないけど別にそれぐらいで別れるなんてなくない っていうか、言ってくれたらいいじゃんそういうのやだってあえいや確かにあんまちゃんと話聞いてなかったけど要件それだけっていやちょちょっと待ってあご,ごめん <laughs> ごめんあた私が悪かった お,お前がそんなに追い詰められてるなんて思ってなくて何やってもいいよって言ってくれてるから許してくれてるんだと思ってた <laughs> なんか何やってもいいよって言うし私がこういうことしたいって言ったらそれやだって言うことないから男との飲みとかもだからなんかちょっと嫉妬してくれたらなとかからかってみたかっただけでなんか お前のことその粗雑に扱いたかったわけじゃないっていうか待ってってねえねえごめんってごめんごめんなさいねえ別れるなんてやだごめ,ごめんごめんどうやったら許してくれる私あの日お前には言いたくないとか言ったけどお前のこと大好きだからお前が。 私のことすごい大事にしてくれてるの嬉しいなって思ってたしちょっと調子に乗っちゃったけど私もお前のこと大好きだから彼氏くんのこと本当に好きだから嫌いにならないでかれたくないやだフ <laughs> 知ってるんだよ <laughs> どこにいるのって今お前の家の近くの公園にいるだってお前電話切りそうだったから電話切られても押しかければお話できるかなと思ってもたまた向かってたわけじゃないしただちょっと顔見たいなって思って近く通っただけです 待ってろって、ろなんで分かったああ彼氏くんうん本当に反省した私もちゃんと付き合いたての時みたいに彼氏くんのこと大切にする 彼氏君の親にいる時に他の友達とか男と電話したりしないし彼氏君が嫌だって言うんだったら男の連絡先も消すだから別れないでください <laughs> 許してくれるの本当に本当にもう怒ってない。 <laughs> ありがとうレシ私もっといい彼女になるからずっと一緒にいてね。